ちょっとスイッチの表示が早いですよ。入るんですよ。よいしょ。ツイートして立ち上げて。はい。寒い。寒い寒い。高橋さんできた。はい、じゃあ今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ開始していきますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンドゥース。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、昨日オンエアの前なので、14日は、はい、なんかアリーナすごかったみたいですね。いやー盛り上がってたみたいですね。私テレビで見てたんですけど、はい、昨日のオールスター、キングスじゃないか、あの B リーグの、はい、まあみんな遊んでるなーって感じでしたね。楽しんでるなーって感じがして、いいなーと思って。なんかこういうイベントが沖縄で開催されるって嬉しいですよね。嬉しいですよね。なんかどん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 バスケ熱が上がっていくというか、はい、うん、いいな。私も一応バスケしてるんで、ルールとかも分かるんで、私もテレビで見ながら楽しんでました。いや僕も一応遊びで3on3とかやってた人間なので、はいはいはい、やっぱバスケって沖縄の人にとっては身近なんだなって思いながら、そうですね、やっぱみんな見やすいんですよね。そう、見やすい見やすい。なんか 3days やってたらしくって、今回のオールスターズが、はい、なんかどっちでもいいから行きたかったなって思って、ちょっと後悔しましたね。そうですよね。やっぱり、あと並行して産業祭りもやってたみたいな、ね、あ、そっかそっか。結構今回は盛り上がったみたいですよ。ただし混雑が大変だったようです。あ、らしいね。やっぱりそうだよね。だからでも僕は沖縄市の人間なんで、はいはいはい、そのまま行けるなっていう。あ、そっかそっか、はい、なるほどなるほど。だから行けばよかったなっては思ってるんですけど、うん、お仕事入ってたんで行けなかったんですけどね。はい、残念。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。ワニマでやってみようです。どうぞ。いい歌ですよね。うん。なんかパッて浮かんだのが、テーマがあれなんで、今年、やりたいこととかやってみたいことなんで、はい、いいかなと思って、ちょうどテーマに沿ってちょっといいかなと。旦那に聞いたら全然なんか違うのが返ってきたから、うん、なんか違うなと思って、今日は却下しました。却下して私の選んだ曲にしました。僕は今年やりたいこと早速昨日やってみましたなななな。まあでもちゃんとやったっていうよりは、うんうん、
まあ、試しに、まあ、こんな雰囲気だろうなっていうのを味わってみたくて。まずああ、はやってみましょう。はい。キャスの前に年賀状の紹介しようかな。まさかのだったからびっくりしちゃったし。え？ え？明日何度だろう？てか明日雨なのかな？ 明日雨なのかな？最近寒すぎて天気気になりますよ天ね。気が気になる。そう。私もやってみるってかいい。やってみた方が早いのかな？早速。明日は晴れ、晴れ。のち曇り。最高気温20度、最低14度。朝が寒い。朝が寒い。でも、金曜日ぐらいからちょっと暖かいですね。最高24、最低19度。でも28日の気温が気になるな。でしょ試験なんで。う。ああ。試験なので。ちなみに1週間後、また月曜日、最高19度、最低14度です。今日と同じくらいですね。東京8度予想。うわ。まあ、風がなかったら全然余裕なんですけど、風吹いた途端寒いですからね、沖縄は。はですね。い、では間もなく。お聞きいただいたのは、ワニマでやってみようでした。早速、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、今年やりたいこと、やってみたいことです。というのも、新年早々、抱負を皆さんに聞いたんですけど、それ以外にやってみたいこととか、やろうと思ってることとかっていうのがあるんだったら聞きたいなと思って、今回はそのテーマにしました。いいですね。キャスの方が来てますので、早速紹介したいと思います。お願いします。高坊さん、こんばんは。こんこんばんばんは。は。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんおさっさち。ちー。高坊さん、寒いです。今日沖縄も寒いですね。カーブボーイさん、さっちーさん、キャンさん、皆さん、こんばんわ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 ん。わん。音がルルルル、ガガガ。太陽が落ちると、やっぱりまだ寒いですね。って来てますね。ナッティーナチコさん、サッチー先輩、ちょっとサッチー先輩じゃないってば。キャンさん、こんばんは。こんこんばんばんは。は。明けまして、おめで、あ、明けおめ、ことよろ。これなんか、最近死語になってる気がするよ。カープボーイさん、公園でバスケットリングがあったよ。よくやってたな。子供の頃は、赤土のグラウンドで、沖縄ぐらいみたいで、こんな、バスケットリングが身近にあるのって聞きますね。そうですよね。そうですよね。なんか、なんかこの結前、構。ワールドカップの時に歴史的なことやってましたけど、首里城にあったっていう。あ、なんか、そうらしいですね。100年ぐらい前らしいですからね。なんか、ラジオでそういうのも話してましたあ、よ。めちゃくちゃ古くから実はバスケットリンクが沖縄にはあるんだよっていうのをやってましたね。やってましたね。大浜さんが来ております。沖縄行きたいと来てますね。お茶もありがとうございます。高穂さん、明日東京8度予想。寒い。でもなんか雪降ったとかなんとかっていう話をこの間ちょっくら聞いたような。なんか降ったらしいですね。初雪が。東京の雪。絶対寒い。私寒がりだから嫌だな。でも僕は一回大雪に見舞われた東京に行ったんですよ。30センチぐらい積もったんですよ。結構詰まってる。で、その時、まあ寒いは寒いんですけど、全然こっちから持ってた服、全然余裕だったんですよ。同じ格好して沖縄国際映画祭見に行った時に、宜野湾でですよ。まあ寒くて30分も我慢できなくて帰りましたね。沖縄は風が冷たいの寒いなんですよ。ですよね。で、しかも、一応ちゃんとコート着てるんで、まあ大丈夫だろうと思ったら全然隙間から入ってくるんで、うわぁ、もうたまらないっていう。
カープボーイさん、今日の那覇で、ヒカンザクラが開花宣言したみたいよ。あ、らしいですね。なんか、この間、4、5日ぐらい前に宮古島で、そのヒガンザクラが咲いたというのを情報で私は X で見ましたけど。でも珍しいですね。なんか名護からってイメージですけど。まあ、確かに、名護か、もしくは石垣か。はい。からなのに、今回はなんか宮古からという珍しい現象が起きておりますね。高保さん、寒くなっておるなぁと来てますね。おとといの晩、初雪あったよ。できてます。高保さん、高保東さん、京ですね。東京ですね。まあまあ、寒いのなの、私はもう寒がりなんで、あまり冬時期には行きたくないですね。メールの方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございあまりがす。とうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんサッチー。こんこんばばんんは、ササッッチー。チー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、今年やりたいこと。もちろん、ラジオをやりたいです。2月から FM 宜野湾が工事に入るとのことなので、終わり次第そこから少しずつ動けたらと思います。ラジオ以外でやりたい、他にやりたいことないかですって。実はまだそこまで決まってないくて。なので、ラジオ以外やりたいことがもし見つかったら挑戦しようと思います。ただ、本当にラジオ番組を持つことになった時のために、番組を聞いたり、YouTube で喋り方を見たりしつつ、実は、密かに喋る練習してます。こう。パソコンから自分のマイクを録音して、自分なりの喋り方を遊び感覚でやったり、あとは一つ挑戦として、去年からスタンド FM というラジオ配信アプリでも、不定期で収録配信をしたりしてますよ。まだ始めて浅いので改善の余地はありますが、今年は挑戦したいことに挑戦すると決めているので、まずは自分の番組を持つ。その日が来るまで準備しようと思います。と来ております。ほう。沖縄大好きさん、ラジオ番組を持つと。すごいですね。私も、まあ、ある意味、番組持つことは、やってみたかったっていうのは、あったんですよ。なので、それが実現したのが、おととしの12月なので、ある意味夢が一つ叶いましたね、私も。高保さん、数年前、原付で埼玉スタジアムまで行って、高校サッカー見てきたんですよ。前半途中から雪がちらついて、これはまずいなと途中で帰ったら、豪雪になり、バイクを左右に、滑らせながら帰宅しました。いやー、怖い。怖い怖い怖い。ということは、路面がもうすでに凍結していたということですかね。だと思います。怖い怖い。私ももう十数年前、名古屋の近くの方に、春日井市ってあるんですよ。そこで、看護助手として働いてた時に、車で一応通勤はしてたんですね。で、その時、なんだろうな、私、その時は初めて、雪道を走らせることになりまして。まあ、こわごわゆっくりゆっくり走ってました。そうですよね。怖い怖い。ちなみに二輪系のスリップなんですけど、はい。僕自転車乗る期間がすごい長かったので、はいはい。後輪滑るのは全然コントロールできるからいいんですよ。前輪滑ったらもうどうしようもないですからね。確かにそうだね。一回だけ経験ありますけど。
おお、あるんかい。道でめちゃくちゃ倒して曲がるのにハマってた時 に、コーいい。ナー40キロぐらいで突っ込んで、わーっつってやったら、砂利でわーって滑って、痛い痛い痛い。歩道の段差にたまたま運よく引っかかって立て直しきれましおお。た。それでも怖い。ガンガンって、おい、いけたって。高坊さんが凍結ではなく、サラサラの雪が30センチぐらい積もってました。いやー、それもそそれれででかわいいですも、けどね。それはそれでもう怖いよ。高坊さんが、バイクを押しながらというバランス取りながら、時間をかけてゆっくり帰りました。その時は歩道を、走行してましたよと来てますね。まあまあまあ、押してです押からしてね。ですからね。走行というか、歩道を走行してたんで、まあまあ、確かに。旦那の陸海空さんも来ております。僕は、阪神高速の除雪作業で、重機機械でやっていたな。何を？スリップを？ 除雪作業ですかね。除雪作業だからね。まあ、阪神、大阪とか兵庫も結構、まあ、降るところは降りますからね。大変だけど。ちなみに、時間が結構経っておりますが、キャンさんの今年のやってみたいこととかやりたいことありますか？実はもうちょっと一歩踏み出しました。お！やってみました、昨日。昨日。はい。はいはいはい。まあ、前から言ってるんですけど、はい。DJ 配信やってみようと思って。ああ、言ってましたね。しかもビーチでやろうっていううんうんうん。のを言ってるんですけど、はい。昨日、南部でお仕事あったんですよ。はい。で、帰りがけに、まあ、ちょっと休憩がけらトイレ寄りたいなと思って、アラハビーチに行きまして、お。で、公園のトイレ入って、はい。じゃあもう夕日がいい感じなんですよ。めちゃめちゃ。おー、昨日なんか、天気良かったし。で、あ、こんな心地いいとこで鳴らしてみたいと思って、まあ、持ってた DJ の機材持ち込んで、はいはい。そのままビーチサイドに座って、ちょっと鳴らして遊んでたら、チュクチュクチュクスタートみたいな感じだったら、外人さんが、おー、おー、イヤーっつってめっちゃノリノリになってくれノて。リノリそう、外はい。人さんは。あ、結構やっぱ反応いいなと思って、ちょっとやってました。私は、抱負としてあげたのが、ウォーキング？バスケはもう始めたんですよ。始めたというか、もう始まったので、その後に続けてウォーキングをしようっていう話をしたら、14日の日に朝急に旦那に、昨日も天気良かったんで、急に、はい、ウォーキング行くよって言われて、え？って思ったんですよ、私。まさかと思ったんですけど、まあいいや、どうせ暇だしと思って、1時間弱ウォーキングしたんですね。で、その時に、近くに公園があって、はい。上浜の方に。そこでたまたま、歩いてたら、バスケットボールがありまして、設置されてたんですよ。お。はいはいはい。あ。リングは壊れてたんですけど、中途半端に壊れてたんですけど、ボールだけはちゃっかり2個置かれてまして、ボールあるんですね。あるんです珍よ。しい。リング直してほしいなと思いながら私シューティングしてました。本当にそうですよね。一番大事なのが。なんかシュートのなんていうのか、ゴールの、このボールが入るところの、ちょっと輪っかのところも、なんか中途半端になんか壊れてて。で、なおかつ、なんだ、網の外れかけてて全部。だからシュートが入ってるんだか入ってないんだかわかんないみたいな。感覚がつかめないよ。そうそうそう。でなんも、でも、網内とこのパスっていう感触がわかんないですからね。そう。だからもう、ん？入ったの？これ、入ってないの？みたいな。よくわかんないことになってましたが。で、一応それで、まあ昨日はウォーキングはしましたね。おお、他いいですね。にやりたいことあるかなって思って、このテーマを発表した先週からずっと考えてたんですね。はい。やりたいこと、なんだろうと思ったら、ちょっと配信を復活させたいなと。あ、
いいですね。キャストフワッチ、フワッチっていうアプリがあるんですけど、配信アプリが。それでちょくちょくやってたんですけど、週に1回、2回できていい方かなって思ってたんですけど、ちょっとまた復活させたいなっていうのはありますね。いや、ぜひぜひ、もう気持ちがある時に始めないと。私、なんせ26、7ぐらいの時から配信やってるので、波があるんですよ。やりたい時と、やりたくない時と、あって。結構、再婚を機に、あんまりやらなくなってたんで、と、そろそろやりたいなと思って、このキャスにどうせ見てるんでしょうね、陸海空さん。やってもいいかいね。俺もどうせやるんだろう、みたいな話になると思うけど。カープボーイさんがキャスの方で、あれ、新しいネット貼られたら必ず行列できるんだぜって。迷惑な話、シュート入れて、あの雨が降るところが気持ちいいのに。ああ。で、沖縄大好きさんが、ふわっち知ってます。あ、なんかふわっちは、今、テレビ CM もなんかやってるはず、確か。よく聞いたことありますよ、僕も。高場さんが、はい、やべっち？いや、違う、やべっちじゃない。ナッティーナチコさん、サッチ、だからよ、キャス頑張って、フワもやってるんだ。そう、フワもやってるんですよ、実は。フワもやってるけど、放置しまくってます、今。アカウントはちゃんと残してますけどね。沖縄大好きさん、実は今思い出したんですが、配信系をやってみたいなぁと思ってて、顔は出さずにラジオ配信とか、あ、私最近はもう、もっぱらやるとしたらラジオ配信ですね。顔出しは、NG の人が約1名ほどいますので、うちに。なので、たまにはやるんですけど、旦那が横で寝てて、暇な時に気まぐれでやるんですよ。で、起きたら、変なキャラクターになって起きてくるとか、たまにあるので、ハプニングが。僕も最初 F ビノワン勤めた時に顔はい。出し NG ってやろうかなと思ったんですけど、選択する間もなく出る羽目になりました。ああ、そうなのね。はい。私、最初の頃は顔出ししてたんですよ。あ、そうなんですね。そう、顔出しの配信してて。で、そのままの流れで、ちょっと、低浮上っていう感じで。なんか顔出しさえしなければ、めっちゃ格好つけてやれるなと思って。ああ。皆さんどうも、こんばんは。みたい今な。日も耳のお供、キャンドルです。みたいな感じで。はい。でも、それでも逆にいいかもしれない。なんか今結構声をやっぱ中心に聞く方、だいぶ増えたので、コロナの間そで。うですよまね。たラジオ配信っていうのは流行ってきてますよね。ナッティナチコさん。リークサンシャイになるからね。そう、リークサンシャイになるんですよ。シャンシャイ。ボケ。沖縄大好きさん。ただ自分の番組をやるにして、どのスタイルでやるかはまだ決まってなくて、山内さんやキャンさん、周りの話を参考にしつつ、各番組のスタイルを見て、密かに勉強してますと来てますね。いや、勉強必要ないですよ。沖縄大好きさんだったら絶対できますって。大丈夫だと思うはよ。い。ナッティナチコさん、キャンさん、イケボだからねって来てますよ。ありがとうございます。そろそろお時間が、はい、来てますか。あと3分ですね。先にテーマいきましょうかね。お願いいたします。来週のテーマは、好きな沖縄料理です。本当は好きな、料理番組にしようと思ったんですけど、はい。限られてくるので、はいはい。料理は料理でもちょっと区切って沖縄料理にしようかと。いっぱい好きなのあるのに食べれない。その中でもあるでしょ、キャンさん。きなのに 食べれない。食べれない。唯一食べれるのはソーミーチャンプ ル、あれ？シーチキン、シチキン、ゴシーヤチャチキンプル、シーチキン。ン。キャスの方で高場さん。
とにかくやってなんぼよ。確かにそうだよね。言えてる言えてる。高場さんが、キューピー3分クッキング、出るやんって、そうそうそう。私、それを最初に思いついたので。沖縄大好きさん、好きな番組、料理番組、ちなみに僕は、徹子の部屋の後に放送している第5の料理番組を見てます。ウィッシュ。ウィッシュ。ウィッシュですね。リクカイクーさん、リークシャンシャイでしゅ。3分、出たー。今日3分、誰が3歳よって。あれ？あれ？ 6 歳になっちゃった。カーブボーイさんは厨房ですよと来てますね。厨房ああ、ですよ、いいですよね。いいね、いいね。料理の鉄人とか。ですね。かっこよかったっすよね。あれすごかった。意外と出てくるもんだね。でも、もうテーマ聞いちゃったので。来週は、好きな沖縄料理で行きたいと思いますよ。キャンさんまで出てきてる。初めてのおつかい。キャンカズマサくん、6歳。もう海外の人が釘付けになると思いますね。ちなみに来週、方が来ますので、お？誰だ？あえて言いません。楽しみ。はい、ということでお時間まいりました。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと。ミキサーのキャンでしじゃあた。バイねー。バーイ。方、どの方？この方、その方。そうそうそう。ちょっと来週はね、病院受診があるので、ついでに出します。ありがとうございます。たこぼさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。右肩、左肩。右肩、左肩、交互に見て。いや、違う、肘やって。ナッティーのちこさん、お疲れ様でした。バチバチバチ。あ、言うの忘れてた。このとこ時に言おう。実は、ヤンポーさんから年賀状をいただきました。ありがとうございありまがとうごす。ざいます。多分ヤンポーさんは FM 読谷を多分今頃聞いてると思いますかね。 僕もいただきましたんで、ありがとうございます。まさか、まさか、まさか番組オンエア中に言うつもりだったの忘れてた。すっかりと字綺麗だな。達筆ですよね。字綺麗な方、羨ましい。私より字綺麗じゃない。人と比べる。人と比べる。確か、ヤンポーさん、旦那よりは上だったような記憶がある。めっちゃ達筆。私もこんな達筆なりたいわ。今から練習しようかな。今から練習しようかなって。そうですね。いくつからでもできますからね。まあ、ペン字はね、はい。ペン字はいくら練習してもいいから。さっき、帰宅も気をつけて運転してねーって。山内さんと同じ年だったはず。そうなの？ヤンポーさん。ヤンポーさんと？ヤンポーさんがヨンポーさんですヨンポーさんだっね。け？ そうなの？山内さんと同じ年？ヤンポーさん。意外とそこまで上じゃないですね。だね。ヤンポーさんは、Facebook でもつながってるんで。山内さんと僕は12歳差なので、一回り？一回り、同じうさぎ年でした。へぇー。去年が年男でしたね。ああ。そういえば私の職場にもちょうど一回りかな。下の女性の方がいたんで。と思って、最近。僕ももう一回りしたって言ったら入ってきてもおかしくないですね。びっくりした、私。この間聞いて。
まさかと思ったけど。では、29があるですよね。2週撮りでそうすでよすね。ね。OK。よろしくお願いします。来週バイバーイ。ねー。